はい、動画をご覧の画面の向こうの諸君、どうもこんにちは、勇者アキラです。まあ冒頭からちょっと言っとくんですけど、今回ちょっと雑談になるんでね、まあ暇でね、時間を持て余している方向けになるんですかね、もう暇つぶしにでも見てもらったらいいかなということなんで、まあ、私の動画をね、以前から見てくれている方なら分かってくれると思うんですが、私最近ベープ関係のものをあまり買ってないと、もうリキッドばっかり買っちゃって、モッドとかアトマイザー関係全然買ってなくてですね、なんて言うんですかね、まあ、ちょっと靴のカスタムとかね、ちょっと車のパーツで欲しいのいくつかあったりとかっていう感じで、ちょっと前みたいにね、こう気になったベープ関係のものをポンポンちょっと買いにくくなってきたっていうのもあるんですよね。でそこまでどうしてもこれは欲しいみたいなのが今のところあまりないと、まあ興味はあるけどまだ買うに至ってないみたいなやつもあるっていう話をまあ動画でしてたんですけれども、ほんだら YouTube のなんかコメント欄とかね、あと Twitter で DM も何件か来たな、気になってるデバイスを紹介してくださいみたいな、ちょっと欲しいと思ってるもの、ちょっと買う予定があるものでちょっと欲しいと思ってるものに関してはどうしてこれが欲しいのかとかも教えて欲しいみたいな感じのね、要望が意外とね多くてね、これ予想外でしたね。そんなに私がこう気になってるデバイスとかみんな興味あるのかなと思ってさ、まあみんなっていうかまあ複数人なんでしょうけど私のチャンネルを登録してくれる今何人でしょうね、1012名ぐらいですかね、まあ、1012名のうちの多分数名が気になってるだけだと思うんだけどまあでもなんか意外とね、なんか気になってるデバイスの紹介とかしたらどうですかっていう声をいただきまして、繰り返しになっちゃうんですけど、意外となんか、それもそれでちょっと面白そうやなと思いましてね。はい。ということで、まあ今回はね、まあ雑談と言いながら、ちょっと気になってるデバイスをちょっとこう、順々に出していって、まあどうして気になるのかとか、そういう話もね、できたらいいかなっていう感じですね。はい。まあじゃあ早速いきますか。まあデバイスつっても、ほとんどアトマイザーなんですけどね。今私ちょっとオフィスエッジさんのショップさんのねページを見てるんですけれども、出ましたこれですね、これがアンビションモッツのねリプレイ MTL-RDTA かな、これ、うん、これ気になってますね。まず、気になってる理由、まあ一つはね、まあ、見た目が割と好きっていうのと、あとオプションパーツが結構今出てますよね、キャップとか。あと構造的にこの RDTA の時のリキッドの供給の仕方がちょっと興味あるんですよね。なんかこうコットンを垂らすんではなくて、なんかステンレスのなんかマイクロチューブみたいなのがついてて、その上にコットン置いたら自動で供給されるみたいなシステム、これちょっと面白そうだなっていうのがある、まあ、漏れにもなんか強そうですしね、こっちの方が。僕が持ってる RDTA とかっていうのは、こう、タンクのところに全部コットンを垂らしてそこで供給していくっていうスタイルだったんで、ちょっと斬新ですよね。だからまあ、あと、評判も結構いいみたいなんでね、美味しいっていう。だからまあ、それがちょっと、そそってますね、今ね。次はね、まあこれもね、結構今更感のあるアトマイザーになるんですけど、BD ベイプのフレッシーソ MTL-RTA っていうのかな。これですね。これちょっと欲しいっすね。っていうかこれはね、もう前からずっと欲しかったんですけど、まあ、結局買ってないっていう状態ですけどね。これいいなってずっと思ってるんですよね。まあまずいいなと思ってる理由は、まず見た目。見た目がかっこよくて、で 22mm で MTL でもいけるっていうタイプで、まあ、デッキがね、デッキも結構良さげなんですよね。これね、ボトムエアフローでね。これは渋いよね、結構。なんか自己主張強めのロゴもないし。だからまあ味も良さそうやし、見た目も好みなんで欲しいっていう感じですね。値段もまあ、これオフィスエッジさんで4980円なんで、そんな高くないしね。まあ、これ気になってますね。で、まあ、今更つながりでもう一個行くと、これですね。次は、クトゥルフのアルテミス MTL-RTA。いいよね、これも。まあ、これもね、エアフローの調節が結構幅広くできるっていうのと、デッキがシンプルで、なおかつボトムエアフロー。で、見た目がプレシーソンの時と一緒ですけど、ちょっと落ち着いてる感じのデザインで、渋いんで、
で吸い口の上のあのこのヒートシンク的な役割をしてるのかわかんないけど、ここのデザインもちょっと独特で結構好きですね。これもね、これももう出た時から気になってたんだけど、結局これも買ってないんですよね。値段もね4000円いかないぐらいなんで安いし、はい、こんな感じですね。ちょっとショップさん変わってね、ちょっとフレーバーキッチンさんの方を見ておりますけれども、あ、これこれこれですね。レジフレーバーのサイレン V4MTL-RTA。これ、ちょっと欲しいんですよね。なんでサイレン V4 が欲しいのかっていうと、私この、これね、これサイレン2。これ私がベイプ始めてまだ間もない頃に買って、これ結構気に入っててね、ずっと使ってたんですよ、ちょこちょこと。で、この間も使おうと思ってたら、ポジピン折れてたんだよね、中で。ポジピンがなんか腐食してるみたいになって、パキッと折れてね、使えなくなっちゃったんですよ、このサイレン2が。これ結構ダメージでかくてですね、うわーと思って。うわー折れちゃった、これ。結構愛用してたんでね、寂しい気持ちがいっぱいで、ちょっと辛かったんですよね。ほんだら、サイレン V4 が今出てるじゃないですか、新しいやつが。だからちょっとこれ欲しいなと思ってさ。壊れてるやつなんでね。でサイレン V4 ね、ちょっとこのロゴがあんまり好きじゃないんだけど、まあ、結構背も低くなってる感じするしね。でデッキのデザインも結構いい感じじゃないですか。このボトムエアフローのちょっとハニカム柄みたいな感じのブツブツの、これ普通に美味しいやろなという、サイレンの後継機ということでね、ちょっとこれ欲しいんですよね。はい、じゃあ次のねアトマイザーいきますね。次はね、これビヨンドベープさん見てるんですけどね、これクラウドモップのクラウド2、これも 22mm の RTA ですね。これハイエンドになるのかな。そうだね、これハイエンドになるんだね。 26,800 円。クラウド1とか結構有名なのかなと思うんですけど、これ欲しい理由はね、僕クラウド1とかずっと欲しかったんですよ。結構デザインもシンプルで、ドローはどうなのかなって釣ったことないんで分かんないんですけど、MTL から RDL ぐらいの感じだと思うんですよね、見た感じ。だからこれ美味しそうやなと思って、ずっと欲しいなと思ってて、まあ、メルカリでちょこちょこね、クラウド1出てるんで、まあ買おうかどうしようかってずっと迷ってたんですけど、まあ値段も値段なんでね、結局買えずじまいだったところに、まあ新作が出たっていうことで、まあ今、売り切れちゃってますけど、これはね、ツイッターで出たって見たときは、ちょっとマジで買おうかなって思ってたんですけど、まあ結局買ってないね、これも。いつかは買いたいね、これね。クラウド2はいつかは買いたい。まあそんな感じですね。じゃあ次のアトマイザーいきますね。次はね、これっすね。アーマーポイントのね、ネクターグランド RDA。これ、僕の大好きなアーマーポイントのこのネクター RDA のね、シリーズの最新作になるんですけど、これめちゃくちゃお気に入りなんですよ、僕。味も美味しいし、見た目も超可愛い。この青なんか超好きなんですよね、この青が。で、BFP もつけれるんで、これは。これ気に入ってるんでね、まあこれの最新作っていうだけでちょっと試してみたいなっていう気持ちが強い。で、デッキもね、ちょっと変わってるんですよね、今までのと比べて。僕が今使ってるネクターのデッキは、こんな感じになってるんですけどね。見えるかな？そう、こんな感じね。ここでビルドして、ここにコットン垂らして、で、リキッドチャージ用の穴がここに開いてるっていう感じで。で、リキッド入れても、あとはこれ上からこう蓋するっていうだけなんですけど、ネクターグランドの方はね、これ、リキッドチャージ用の穴を塞ぐようになってるんだね。で、コイルの周りをちょっと狭くしてるね、キャップでね。まあ、根本的な構造は同じなんですけど、このデッキのトップキャップのところをちょっと狭くしてるんで、それでちょっと味がどう変わるのかっていうのも、ちょっと興味あるところではあるよね。ただ、まあ、値段もね、まあ、16,480円か、これ。僕が今見てるところは。16,000円。まあ、ネクターとかアーマーポイントって、ま、それなりにちょっと値段するんで、まあ、値段的にはま、そんなもんかなっていう感じなんですけど、なんでこれ買うかどうか迷ってるかっつうと、見た目がね、やっぱりこのネクターの方が好きなんで、どうしようっていう感じですね。まあ、機会があれば買おうかなっていう感じかな。最後のアトマイザー行こうかな。これがね、一番欲しいね、今。これ一番欲しい。これが、ピュアベイパージャパンさんの、
ホームページを見てるんですけど、これですね、アンブレラモッツのエコー RTA、 これ一番今欲しいですね。デッキ以外ピーク材なのかな。うん、これなんで欲しいかっつうと、見た目ですね、完全にね。うん、見た目がかっこいい。で、あとエアフローピンが結構種類があるんで、エアフロー調節が好みのものにできるだろうなっていう感じなのと、僕の中ではこれピコと同じ匂いがするんですよ。ピコ RTA と同じ匂いがする。これとデッキとか、なんかデッキがこうポコってのく感じとか、ちょっとピコっぽいなと思ってて、まあ、このピコ RTA もすごい僕好きなんですけどね。あ、なんていうのかな、やっぱりこのちょっと微妙に透けてる感じがいいのかな。このシンプルなデザインにこの若干透けてるみたいなね、僕これこういうの好きなんですよね。このピコ RTA しかり、これがジェニー3かな、これジェネシスのアトマイザーのジェニーとか、これもねこの樹脂でできてるタイプのアトマイザーでね。で、あとこういうドギーとかね、こういう若干こう透けてるのが好きなんですよね。これは性癖かもしれないね、僕の、スケスケが好きっていうね。スケスケというよりはこの丸出しよりはちょっと透けてるぐらいの方がいいみたいなさ、まあ、このドット AIO とかもそうなんですけど、この若干こうすりガラスっぽい感じのね、この若干赤が透けてるのがなんかエロいじゃないですか、こういうのね。あー、これはもうこの際カミングアウトしとくと、これ多分僕の性癖ですね、これ。エコー RTA が欲しいのは僕の性癖です。はい、僕はね、全裸よりはね、ちょっとなんか身につけてる方が興奮するタイプなんですよね。丸出しよりはちょっと透けてて見えそうで見えないみたいなさ、こう目を凝らしたら見えるとか、まあ、そういうのがね好きなんですよね。だからこのエコー RDA は僕の性癖にマッチしているという理由でちょっと欲しいっていう感じですね。はい、で次はね、モッド、ちょっと欲しいモッドを出していこうかな。アーマーポイントのね、コリブリの V4、 コリブリの V4 欲しい。これ可愛いでしょ、普通にハチドリが飛んでるやつ。これ18350が入る、まあ、セミメカで、もうサイズ超ちっちゃいんですけど、コリブリのね、私これ V6 になるの、私が持ってるのは V6 かな、この V6 は持ってるんですよ、これが私が持ってるコリブリで、私が欲しいコリブリ V4 はこんな感じ。どっちがいいかっていう話なんですけどね、私こっち買いましたけど、こっちをね、V4 じゃなくてこっちを選んだ理由はね、私が持ってる18350のバッテリーってフラットトップしか持ってないんですよ。ていうかもう今時もほとんどみんなフラットトップじゃないですか、バッテリーって。これコリブリのね V4 はね、このニップルトップっていうね、なんかこうビーチクみたいなピョコンって出てる18350を使うタイプなんですよ、これ。もうそれでなんかもうなんかそのバッテリーを用意するのもめんどくさいなと思って、もう今18350結構持ってるし、まあ、それが使える方がいいかなっていうのと、まあ、このハチドリのデザインもね嫌いじゃなかったんでこっちにしましたけどね。でもこっちはね、やっぱこれも結構気に入ってるんですよ、私これ気に入ってて、これもよく使うんですけど、まあ、これを使ってると V4 もちょっと欲しくなってきちゃったっていうね、もう収集癖の鬼みたいなこと言ってますけど、これはちょっといいよね。で、次気になってるモッドもう一個あるんですけど、それがね、これっすね、クトゥルフのチューブモッド V2、 これがね、僕は今 V1 も持ってるんですけど、 V1 こんな感じで、ここにねタコさんマークみたいなのがあったんですけど、それ削って消しちゃってるんですけど、まあ、350と650が使えて、でサイドスイッチの、まあ、セミメカですよね、これ結構愛用してたんですけど、これ V2 になってからねサイドスイッチじゃなくなってるんですよねこれボトムスイッチになってるんですよね。これいいよね。僕はメカチューブとかが好きなんで、やっぱこういうね、ボトムスイッチ結構好きで、まあ、サイドスイッチはサイドスイッチで楽でいいんだけどね。これで吸えるんでね。まあ、こう、コリブリもそうですけどね。ただ、ボトムスイッチって言われると、やっぱこう、いいよね。ボトムスイッチ好きなんですよね。だから350のチューブでボトムになると、ちょっとこういう感じになるのかな。ちょっと押しにくいかもしれないけどね、350でボトムスイッチにしちゃうと、このメカチューブみたいにこう650のこのサイズでボトムスイッチなんでこう押しやすいんですけど、350でボトムスイッチってどうなんでしょうねっていう感じはありますけど、まあやっぱりちょっと欲しいよね。まあ、これもセミメカですけどね、このなんかちょっと懐かしいでしょ、これこのピカピカ光るやつ。このフッシュもこれセミメカなんですけど、ボトムスイッチなんですよね。
これボトムスイッチでするのがね好きですね、やっぱりね。まあそういう感じです。じゃあもうこれ最後にしますね。これ最後、最後にちょっとこう出しときたい。もっとあのね、これはね気になってるとかちょっと欲しいとかじゃなくて、なんて言うんだろうね、まあ、一回ちょっと触ってみたいなっていう感じのねやつになるんですけど、まあこれっすね。BB ですね、俗に言う BB っていうやつ。これがビレットボックスベイパーって言うんですか、これ。これは、ツイッターとか見てたらもう本当に、もうタイムラインで見ない日がないぐらいね、結構みんな持ってるのかな。これはちょっとね、まあ、一昔前なら多分買ってただろうなって感じはしますね、僕も。で、これ魅力的なのは、カスタムパーツがめちゃくちゃあるんですよ、種類が。パネルからボタンから、さらに言うとネジの、カラーネジみたいなのも売っててさ、ネジの色もカスタムできちゃうとか、この中がこんな感じになってるんだけど、まぁ、ちょっとドット AIO とか、まぁ、そんな感じですよね、見た目はね。ここに入ってるタンクはこれボロタンクっていうんですかね、ボロデバイスっていうやつなんですけど、まぁ、これもね、結構種類があって、まぁ、本当に拡張性っていう意味ではすごい魅力的だしね。で、結構ツイッターとかで、いろんなパーツつけてカスタムしてる人のを見るけど、まあかっこいいよね。かっこいい。とにかくかっこいい。あんだけこう、金使ってカスタムパーツ買ってカスタムしてたら、それ愛着湧くよねっていう感じ。あれは見てる分にはすごいいいなと思うんですけど、まあ、ただ僕は買わないですね。買わないっていうか買えないですね。高い。高すぎる。本体が、まあそもそも5万ぐらいするんじゃないですか、これ。普通に買うと。多分普通に買ったら5万ぐらいで、メルカリとかで探したら多分そこからさらにちょっと値段高かったりするじゃないですか。で、カスタムパーツとかもね、やっぱどれを取っても結構いい値段するんですよね。だからこう本体買ってカスタムパーツいろいろ買ってつけていじってってしてたら多分相当金かかるんですよ、これ1台に。そこまで今ちょっとこう、そこにお金を注ぎ込める勇気がないんでね。で、ボロデバイス自体を純粋に使いたいんであれば、まあ、別に BB じゃなくても使えるんでね。最近、だから前、さっきも言ったけど、クトゥルフとかね、ああいうところからもボロデバイスが使える、オールインワンのやつ、出てますし、まあ、多分今から出てくるんじゃないですかね、どんどん。ボロデバイス使えるやつ、マスプロとかででも。だから純粋に、僕が BB がいいなと思う理由は、拡張性っていうかカスタムパーツがいっぱいあって、いじれるっていうところに魅力を感じてて、まあそこからボロデバイスを試してみたいと思ったら、BB じゃなくて、多分もっと安いやつ買って、ボロデバイス使いますね、多分ね。まあそんな感じっすね。はい。で、リキッドはね、今ちょこちょこ買ってるんですけど、今これがね、個人的にもう私がちょっとこう楽しみにしている企画があってですね、まあ、ちょっと言っとくと、まあ、前々回ぐらいに上げた Vlog ででも言ってたんですけど、コーヒータバコ系のリキッド私好きなんで、まあ、ちょっとコーヒータバコ系のね、リキッドをね、集めてね、まとめてバンバンってレビューして、ちょっと勝手にランキングつけちゃおうっていう、そういう企画を今考えてまして、それ個人的にすげえ楽しみなんですよ。ほんで、もうだいぶね、動画に出すためのリキッド集まってるんですけど、あとねちょっとね 2,3 本ちょっと欲しいなってか動画に使いたいなってやつがあって、それがあともうちょっとで多分届くんで、それが届け次第動画を撮ろうかなって感じなんでね。はい。まああとあれだね、やっぱ年一企画、自分で勝手に年一企画にしてる私のこの趣味部屋の紹介とか、これもやろうと思ってますんで、まあそんな感じでね、今からもポンポンとコンスタントに動画を上げれるかなと思いますんで、まあ、また皆さん見てくださいっていう感じですかね。はい。まあ今回ここまでにしときましょうかね。ということで、私の他愛のない雑談動画に付き合ってくれた皆さん、どうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしようじゃありませんか皆さん。それじゃあさようなら、バイバイ。